北京連合ニュース国連安全保障理事会の制裁決議で義務付けられた北朝鮮労働者の送還期限22日起きに出稼ぎ労働者が帰国したことで中国北京でも閉店する北朝鮮レストランが出ていることが25日わかった 連合ニュースの記者が訪れた北京の北朝鮮レストランはドアが固く閉ざさ、中国ネット検索。100度、バイドなどの地図アプリにも閉店と表示。韓国人が比較的多い地区にある平壌冷麺で有名な同店は23日頃、店を閉めたとされる。 従業員の送還により営業が立ち行かなくなったと見られる。中国では北朝鮮と国境を接し、貿易拠点となっている両年省担当で一部のレストランが送還期限を前に閉店した一方、北京や上海などにある多くの北朝鮮レストランは通常通り営業を続けて 北朝鮮労働者が制裁を避けるため昨年から、殺傷、ビザを留研修、教育など他の目的でし中国もこのような方法を事実上黙認しているためとされ、今年北朝鮮との国交樹立70周年を迎えた中国は、北朝鮮労働者の相関に、 積極的に乗り出すのに負担を感じていると見られ、その上、地方では北朝鮮の安価な労働力に依存していることから、経済的にも労働者を相関することが難しい。中国とロシアは16日、国連安保理に労働者の相関停止を含む、対北朝鮮制裁緩和案を提出。 最も多くの北朝鮮労働者がいるとみられる。中国連に提出した中間報告書で2018年に北朝鮮労働者の半分以上を創刊したとしながらも、具体的な数字は公開していない。ワインチャーレム